カスタード、チョコレート、ハウピア、グアバージのマラサダマラサダは、ポルトガルの菓子。もともと、マデーラ諸島で作られた。イースト菌で発酵させた卵大のパン生地を油で、揚げ、グラニュー糖をまぶして作られる。伝統的なマラサダには、穴も具もないが、クリーム等の具を詰めたものもある。また、もともと、マラサダを作るのは、四純節の間は禁じられるラードや砂糖を使い切る。 ことが目的だった。灰の水曜日の前日にあたるマルディグラの日によく食べられる。なお、ポルトガル本国では数百年前から揚げパンといえばフィリオスが一般的であり、マラサダは知名度も低くあまり店頭でも販売されていない。祭りに出展されたマラサダ天百8 7 8年、マデーラ諸島とアゾレス諸島のポルトガル人たちが移民としてハワイへ来た。 彼らはマラサダ島の伝統的な食事を持ち込んだ。京ではハワイ島には多くのマラサダ専門のパン屋がある。マルディグラはハワイではマラサダの日としても知られる。ポルトガル人移民の多くはカトリック教徒であり、受難説の前にラードや砂糖を使い切らなければならないため、彼らはたくさんのマラサダを作り、プランテーションで働く他の人種の移民たちにも分け与えた。 こうしてハワイにマラサダが広がった。アメリカ合衆国ではポルトガル系の家庭で肥沃な火曜日にしばしばマラサダが作られる。最年長の女性が調理し年長の子供が温かいマラサダを砂糖の中で転がして手伝うのが伝統となっている。多くの人は熱いうちに食べるのを好む。電子レンジで再加熱できるが砂糖を吸収してしまうため香りや歯触りが 揚げたてのものとは若干異なる。先山拓司。ポケモンサンムーンで登場したハワイの揚げパンマラサダのレシピ。イカシアさん。2018年5月10日へずら覧。ポケモンに登場するマラサダを作ってみた。アニメ誌作ってみた第19回。アニメ、アニメ、イード。2018年5月10日へずら覧。ありがとうございます。